屋さんと収録するってみんなに言ったらすっごい羨ましくなりました。マジか。じゃあちょっとタイヤ温めよう。はい。あ、大丈夫ですか。ちょっとくるくる回るね。はい。今タイヤ温めただけ。タイヤ温めただけですよね。大事大事。えなこちゃん大丈夫ですか？えなこちゃん窓に張り付く癖ある。あの出たいと思っちゃう。出してって。出してって。こういうのはじゃあ初めて。初めてです。車自体あんまり乗らないので。あそっか。洗いが追っかけてくるね。ねちょっと。よろしくお願いします。マジかよ。マジかよ。リンタロウもいます。イニシャル D だよこれ。石格闘戦です。うん。ミートキングの土屋さんのドライビングで行ってもらいます。そうですか。はい。いや、榎本さん、放心状態がまだ冷めやらまらない状態ですけど、あとずっとこっち見てる。ずっとこっち見てる。では、榎本ちゃん、いってらっしゃい。Thank you.
今日、ドリフト TV ご出演いただきまして、はい、ドリフトもちろん初体験ですよね。はい、いかがでした？いやもう初体験だし、そもそも見るのも初めてでしたし、はい、今までその映画の中とか漫画の中でしか見たことがなかったので、はい、こんなに迫力あるものだと思わなくて、もうすごい体験、新世界ですよね、これこそ。新世界だと思う、はい、最初1回目泣かれてましたもん。もう怖くてびっくりして、そんなに、うん、私も免許持ってないので、あの車に乗る機会はそこまでなくて、はい、ちょっとあまりにも怖すぎて泣いちゃいましたね。車の免許取らなくて、運転免許すら持っていません。コスプレイヤーのえなこです。お母さんとかから、はい、危ないからダメって言われて取ってなかったんですけど、でもやっぱりこうそのドリフトとかそういう新しい、なんでしょう、体験させてもらって、はい、ちょっと私も車に興味がちょっと持ってきたなみたいな。あ、本当ですか？ドリフトは絶対できないと思うんですけど、やっぱ車って楽しいんだなっていうのはすごい伝わってきました。 ありがとうございます。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。